文豪小木駅は、大分県武田市小木町馬場に所在する、九州旅客鉄道豊肥本線の駅。大分県内にある同線の駅では最も、熊本寄りの駅である。2002年3月23日のダイヤ改正で、特急、九州横断特急の停車駅となった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、校内踏切で連絡している。豊肥本線で、 最も列車本数の少ない区間内にあるが、下り方向に向かって、右側に設けられている駅舎には、小木駅交流館と呼ばれる、物産館や、図書室、2階には、歴史資料展示室を併設しており、大きな建物となっている。玄関の表札には、小木駅交流館、文後小木駅が掲示されている。駅舎は1993年5月に、 萩町が総工費1億2000万円を投じて、建設された鉄骨造り2階建てのものである。文後武田駅が管理する簡易宅駅である。マルス及び、ポスターマ付きの設備はなく、当駅からの近距離乗車券、自由席特急券、定期券、回数券のみ発売する。早朝6時台に当駅始発文後武田駅が1本、設定されている。これは、 熊本、宮城方面からの始発列車が7時37分発と、遅いため、沿線の通勤、通学客の利便性を考慮したものである。ただし、早朝の当駅始発分をたけた駅のみ、上りホーム1番線から発車する。駅から小木支所に連なる商店街周囲は、かつてあった小木町の中心部にあたる地区で、比較的大きな集落が広がっており、 旧小木町役場の旧武田市を月書に持ち帰。文を武田市、コミュニティバス。ありがとうございます。